ヨーロッパのサッカーの地方の育成の環境を見に行った時に向こうのコーチがやっぱ言ってたのが僕は強烈だったんですよね。その、せーの、ワン、ホー、ボリボリビア。されてまして、今後のビジョンとかあればですね、ぜひ教えていただいてよろしいでしょうか。会社というか、ミッションを3つ掲げてるんですけど、1つ目がより多くの子供たちになり得る最高の自分を目指す環境を提供するっていう、はい、まあ、これはジョン・テンっていうコーチが僕らが一番理想の憧れのコーチなんですけど、その人の成功哲学を、まあ、たくさんの子たちにっていうのが、まあ、大事なミッション。2つ目は、まあ、チームスポーツだからこそできることで教育に貢献するっていうミッションなので、あと3つ目はその世界で最もビジョナリーなコーチチームを作るっていう、まあ、ビジョナリーって偉大でやり続けるってことなんですけど、だから、まあ、世界行ってもあんなもう何百人もコーチが学んでるような組織がないよねって言われるような組織を作りたいなっていうのはあるので、まあ、この3つを常にこうより大きい塊にしていくっていうのが簡単に言ったらもうビジョンなんですけどね。でもその10年20年30年ってやっぱこう10年そういうふうに僕らはその目標みたいなのが掲げてあって、最初の10年はもうバスケすでにやってる子たちがこうもっと上手くなりたいとかもっと成長したいっていうに応える環境を作る。で今ちょうどこの 20年ビジョンのことなんですけど、そもそもスポーツをしようと思ってなかった子たち、今ならスマホゲームとかね、いろんなこうそういうのばっかりしててスポーツなんてしたいと思わなかった子たちに、僕たちが出会うことによってあスポーツって面白いなとかスポーツしてみたいなってこう思ってもらうようなことを増やしていこうっていうのがこの20年ビジョンなんですよ。で今うち普及事業部っていうのがあって、普及のことをいろんなことをやってるんですね。で次の30年ビジョンっていうのは今度多種目と連携して子どもたちに良い環境を作ろうっていうのをバスケだけじゃなくていろんな種目と手をつなぎながら環境を作っていくっていうのが、まあ、次のある10年なので、今だから例えばこの和装君出てるスーツとかはバスケだけじゃなくていろんなスポーツに関わってるんですけど、まあそういうのも一つ僕としてはその今後につながるつながりバイクにもなってるし、あとはそもそもやっぱりこう教育に貢献するっていう第二のミッションがあって、スポーツを通じてに、まあ、今僕らはそのじゃ部活動とかっていうのをどうやっていこうかっていうのが、まあ、将来のビジョンの中には結構大きなそのテーマにあって、俺これちょっとこれ喋っちゃっていいんですかね。この部活動の話でいくと、僕第二のミッション教育に貢献するって時に先生方にインタビューした時の話で結構あっと思ったのは、先生がコートできない時にどんな風に選手に練習させてるんですかって聞いたら、そのメニューを出してる。紙に書いてこれやりなさい。それはどうやらこう目標設定とかも特になくて、決められた時間が10分スリー面で、そうすると例えばスリー面よりもこの間の試合ではリバウンドで負けたからリバウンドの練習しようよみたいな自由とかは選手の裁量がないんですよ。なるほど。でじゃあスリー面って決められてますと、10分やりたかったらそれでじゃあ10分でこの間は50本入ったけど今日は60本も目指そうみたいなのも特になくて、ただ与えられたことを時間内終わるまでやってるみたいな、っていうのをまあ聞いたときに教育的じゃないなと思ったんですよね。スポーツってもっと教育にいろいろ使えるツールだし、教育に貢献できることいっぱいあるのに、現実やっぱりこう先生方がコートできなかったりすることによってこう教育的になるはずのものが教育的になってなかったりする、ここにはやっぱ貢献していかないとうちの会社の理念にならないなっていうので、どうやっていこうかっていう、まあ、そこがあって、真面目な話続いちゃいますけどごめんなさい。で僕ら最初 IT 事業部っていうのを作ったんですよ。IT 事業部っていうのはそのインポータントデータっていうそのがデータをちゃんと分析したり映像をこう整理したりしてっていうサービスを、まあこれ例えば部活の子供たちがやるとか先生方がやるってなるとすごい大変なことだけど、うちみたいな会社が試合の映像を送ってもらってゲーム分析して、この試合で大きな負けた要因はこの3つが大きいです、この3つの要因の映像をクリップをつけて、でそれを先生に送ると、そしたら先生は部活できない時にメニューを出すんじゃなくて、この間の課題はこれだったからこれを解決しなさいみたいなメニューを与えることすると、る選手たちがお互いにじゃあこれをこう得られるためにこういう練習しようよって、そういう環境を作ったらすごい教育的だなと思ったんですね。それをやり始めたのが IT 事業部で、だんだん今これがどんどんこうツール発展していって、結構こう分析とかを選手同士とか、まあ、簡単にできるようなツールが結構こう増えてきたんで、ってなったらじゃあそこはよりそういうところをちょっとうまく使ってってもらいながら、そうするとこう試合負けた原因はリバウンドだったと、課題だったと、リバウンドの練習しようよ、どうやって練習しようか、練習メニューどんな風にすればいいんだろうみたいな時に、まあ、ゼロをなかなかかけても、ね、1、2、3に習っていかないから、練習メニューがこうたくさん収められているような場所を作っていけるといいよねって思ってたところで、この
痛風と出会ったみたいな流れなんですよね。ビジョンの中にはすごく大きなつながりなんですよね。なるほど。ちなみにその生徒たちの課題をこう解決してあげるんじゃなくて、その課題を与えるっていう方が好ましいっていうことですかね。うんうん、サミットってまだイベントやった時にちょっとご紹介したんですけど、ヨーロッパのサッカーの育成の環境を見に行った時に、向こうのコーチがやっぱ言ってたのが僕は強烈だったんですよね。その指導者の仕事って何ですかってこう日本の指導者たちに質問したんですよね、ヨーロッパのサッカーのコーチが。でそれはもうなぜかって言うと、実は日本の指導者がそのヨーロッパのサッカークラブの練習見てたら、できない子がいるのにどんどん練習が次に行っちゃうと、うまくできてないんだからもっと教えればいいのに、なんでできるまでやらせないんだろうとか、日本のそのサッカーの指導者たちにみんな言って、でそれをまあヨーロッパの指導者にぶつけたわけですよ、そしたら向こうの指導者が逆質問を返してきて、指導者の役割って何だと思ってますか、思いますかって。でやっぱりできない子をできるようにしてあげるみたいな、こっちのこう日本の指導者みんな思ったんですけど、向こうの指導者が言ったのは、我々は指導者の仕事を課題を与えることだと思ってますと。で課題を解決する仕事は彼らの仕事だから、彼らの仕事を奪っちゃいけないみたいな言い方なんですね。解決してくるからもう大丈夫だよみたいな言い方してて、それはだからすごい大きな違いだなと思いましたね。その今回のね、こういったアンケートの中にもあったけど、その保護者の方も指導者がね、もっと教えてくれればいいのにみたいな。ああ、ありましたね。実はこれって、そもそもその保護者と側の考え方を変えないと、実はそれを期待しちゃってて、期待通り先生がガンガン教えてくれたり、まあ、ガンガン指導してくれた時に、実は子供の成長になってなかったりする可能性があると思うんですね。もっとその選手として成長するっていうのは、こういう時どうやったら勝てるのかなって自分で考えたり、工夫したり、この練習どうやったらもっと良くなるかなって考えたりするし、その先が成長だったりするし、その能力自体が実は社会人とかになった時も使える能力だったりするし、僕はそのね、チームスポーツで教育に貢献するっていう理念があるから、そこすごく大事だなと思ってるんですけど、まあこれ今回のアンケート見ても確かに保護者の方はやっぱそうやってこうガンガン教えてくれる指導者を求めがちなのかな。一つ今思いましたけども、例えば指導者はそう思ってるけど保護者は実はそう思ってないっていう時、どういう工夫したら保護者さんたちに生徒の成長は解決することだからっていうことを分かってもらいます。活躍して勝ってほしいみたいな、その意欲が強くなればなるほど指導者に対してなぜそれができてないのっていう姿勢になっちゃいますけど、ごっざんです。それが保護者さんとの意思疎通の部分ってことですか、ね、そうですね、コーチと保護者さんのこう思ってることが違うんじゃないかな。